のせいかな。ここ息苦しい気がする、うんうん、なんかなんだろう、なんかどう、なんか気のせいかな。なんかあったのは なんか他の部屋と違う気がする。空気がちょっとドヨンってしてる気がするけど、どうだろう。鹿かな？鳥かな？あ、鳥？フロ？チーム？こっちは？あ、ここかな？うん、あ、あるある。そうだ。すごい。パズル2回分だよ、しかも。うわ、いっぱいある。あ、うん、何の匂い、なんか、うん、何の匂い、ちょっと生ゴミっぽい。あれ？なんかちょっとおかしないような。あ、そのなんか。うん、茶色。湿気が。あ、カビ？うん。窓は開いてるし。うん。ライト？うん。向こうのライト。動かそうか。あ、そうだね。うん、あれしない。あんま吸い込むと冷めたのか。浴室。なんか廊下みたいなあれだ。あ、なんかあったよね。寒いこっち。木がもうダメだ、うん、あ、もうこれ外だな、いけないね。あ、あそこ、うん、鹿の絵があったけど、うんうんうん、でかいこと。あ、違うな、これ。あれ、ここじゃなかった？違うのか。でもこっちから。あ、違う、思ってたところじゃなかった。ここじゃないのか。え、まだ下のワンダなんか。あれ、本当だ。ああ、前俺入った物置になってたところだ。あ、下の、うん、入り口の、うん、厨房の下あたりだな。うん、こっちは。さっき来たの。さっきこっちから階段こういうの。あ、じゃあこれ。あ、え？山口の前。
桃江ちゃん、ちょっと映ってるかな、ブレブレかもしれない、ピコピコしてる、うん、あ、してる、してる、こっちか、寿司のやつがいっぱい。バラン？そう。バラン？バラン？どっから来たかな。あ、こっち？人形もいなくなってる。そう、包丁刺さってて。聞こえる、うん、鹿？外かな、うん、子供じゃない、子供の声、泊まりに来てる、うん、こういう感じで、はい、今回はバイバイ。